バッター内田、変化球を左中間を越え、センター向こう、大きな追いかける、追いかけた、どうか、入ったー、満塁ホームラン。1回の手、楽天大量得点でスタート。変化球打った、左中間広く空いている、伸びてワンバウンドで編成、浅村がここで打ちました。走者一掃のタイムリーツーベースヒット。そして縦変化のボールは三振、バレッティ結局は今には三振に倒れています。初球打ちは引っ張ってレフトへのヒット、仙台一回った浦島、も今日2本目のタイムリーヒット。初球を狙って右方向は狙った、センターに返した、均衡を破れた、イーグルスの点先行。これまたセンター方向へ、センターの前だ。3本目のヒットになりました。空振りの三振、速いボール、変化球、三振、スリーアウト、涌井1安打完封。それでは勝利の儀式がありますよ、戻ってください。どうやればいいですか。いきます。何でしたっけ。いきます。3、2、1、バーン。レフトへ打球伸びていく、レフト見送って、伸びの日本が出ました。これだと繋がらないんですよ、次にね、はい、最後のクローザーのスポットに、ね、入ってくるといいなと思いますけども。そうですね、打ち上げてサード鈴木大地です。スリーアウトかもしれませんが、レフトへ、これも完璧な一発になりました。ロメロ2打席連続ホームラン。今の数字をご覧いただきました。初球から行った、左中間ヒットになります。セカンドランナーは3秒回ってホームに帰ってくる。そして渡辺義明、二塁へ、まっすぐ中間方向、打球が伸びてきます。フェンスにそのまま当たりました。一気にも3塁を回りました。先制タイムリーは浅村英人。球種はいろいろ持ってあります、はい、この打球はレフト線、落ちました、フェアです。もう2人帰ってきます。そして一塁も三塁回ってストップ。詰まりながら声がレフト前に出てくらいヒットになりました。そしてボールを後ろ探す、トンデバーグ二塁へ向かいました。将来1点が楽天に入りました。ここも勝負に来ました。ショートの右抜けてきました。セカンドランナー落ちるのを見て三塁回した、回した、センターからの送球は返ってきましたが、ランナーホームインです。ディシクという森友哉、中に入ってきた、高く上がって、高く上がって、センター見送りました。太田が1打席目はタイムリー、2打席ランナースタートを切ってきました。変化球、空振りの三振、三塁送球、タッチはアウトでした。あるんだね。最後は低めの変化球、打ち上げました。ショートの小深田、これで代わってから酒井は2イニング完璧なピッチングで抑えました。打ち上げました。レフトの島内が大きな声を出した。これで3アウト。センター後方、下がっていく、下がっていく、辰巳の打球がどうだ、いった、ホームランになった。辰巳のホームランが生まれました。速いボールをセンターに持っていった、逆転、同点。前の打席はホームラン。初球打ち、セカンドの頭を越していきました。これがタイムリーヒットになりました。3番の茂木、
うん、センターの当たりはこれは前にも落ちますか。そうですね、調整してきたということですか。センターの打球、これも大きな打球になりますが、さあこれはフェンスに当たります。さあこれがもうファーストランナーもサードを蹴って帰ってきました。沢村2点タイムリーツーベースヒッツ。写真があって、はい、パネルをもらったんですよね、空振り三振スリーアウト。内定の打球になりましたが伸びている。おー、スーパー入りました。まさかの一撃、島内の同点スリーランショット。うわ、あと一球でしたからね。ライトに弾丸ライナーでボールが来るんですか。2アンド2、うん、もう1球の2アンド2、空振り三振、最後はフォークボール、初球打ちは抜いていった。インサイド、これまたライト線はどうでしょうか。長打になる。ケアマンヒットの後は今度はトゥーランフェット。岡島初球打ちます。3投が死ぬ方、今日3本目はタイムリーヒット。もう距離回った、2点タイムリーツーベースヒット。実際にねバットが回った、バットが回った、三振。この回は3者連続三振。7回まで毎回の11奪三振、3本ヒットを打った岡島にかけるというところでしょうか。1、2塁間破っていった、島内は3塁を回った、これはね同点タイムリーになりました、はい、ナイスヒットですよね、まあ、こちらバントっていう話しましたけど、今引っ張ってくれれば、はい、右方向です。ライトが下がっていく、見送った、浅村に一発が出ました。三遊間破っていきました。鈴木大地、今月39本目の人ということになりました。今のフォアボールだ、その後得点につながりました。バットが上がってます。これは外いっぱいのところを構えてますが、逆球になってファーストを抑えます。ファースト自らキャンバスでポジス3アウト。